どうもギリシャ神話のゼウスとエウロペの話結構エッチで好きミザです。ということでね、まあ、グランブルーファンタジーのフェス2018年が、まあ、12月15から16日に開催されるっていうことは昔から言われてたんですけれども、今回なんと特設サイトの方ができたということで、本日はちょっとなんかね、まあ、ちらっと見たんだけど、いろいろアトラクションとかも新しいのが来てたみたいで、まあ、ちょっとそこら辺の方も昔の去年の思い出とかも語りながら、今回はちょっとこちらのページを見ていきたいなっていうふうに思っております。よろしくお願いします。いたします。ってことでね、今回これ更新するとね結構変わるらしいんだけど、変わるんですよね。ちょっと見ますか。ほらこんな風にベリアルになったりとか、他にもシェロカルテとかシバとブローディアとか、なんかちょっと特設というか、なんかこう特別な一枚絵みたいなあったよね、2018年の。なんかそれの中の、あ、これゴリラもあるんですよ。これどうなんだろう、なんか今年にあったやつなのかな、どうなんだろうね。まあ、前回の2017年のページは確か来年にやりますよ、来年のイベントでやるキャラクター、例えばユエルだったりとか、ユエルのイベントもありましたよね、ごめんなさいとありがとうとか、まあ、そういうようなキャラクターがこう1枚ドゥルルルルってなってたんだけど、なんか今回はゴリラ、ブローディア、グリームニルとか、なんか今年あったやつがなんかまとめてあったような印象ですね。まあ、ちょっとじゃあ見ていきましょうか。イベント、幕張メッセで始まりますよと。幕張メッセ、僕今日ね東京ゲームショー行ってきたんですけど、幕張メッセマスターなので、ちょっとねもう幕張メッセで迷うことはないような感じにはなってますね。ちなみにこれ親切心で言いますけど、もしグラブルフェスに来る予定だったら今のうちに海浜幕張駅付近でホテル取った方がいいっすよ。もうなくなるんで、僕ホテルないから5駅横ぐらいのアパホテルに泊まったっていう記憶が、いきさつがありますんで、まあ、もしストレスフリーで回りたいっていうんだったら、もうサクッと今のうちホテル取った方がいいかもしれない。もうないかもしれないんで、ちょっとねそこら辺に関してはホテルとかはいち早くやった方がガチでいいです。おすすめ。2018年の12月15日から始まって、まあ、9時から19時までと、うん、で1日券が3000円だと。で1日券 &VR4 機種体験が4000円、1日券とキャラクターライブ参加券が4500円、っていうような感じになってるみたいですね。まあ、幕張メッセ結構ね迷うんですよ。実は幕張メッセって海浜幕張駅の南口から降りて流れで行けばいいんだけど、その流れもちょっと分かりづらいですよね。まあ、ちょっと初見の人たちは悩むと思うんですけど、まあ、ちょっと頑張って来てみるといいんじゃないかなっていうふうに個人的には思っております。で、チケットの方はまあ購入するんだけど、アトラクションについてで、アトラクションがね結構なんか今回新しいの いっぱいあるような印象でしたね。で、今回は、ホール6543っていう、まあ、4つのホールを使うみたいなんだけど、で入ったらプロローグ、まあ、ここら辺はあれですよね、今までだったらコロッサスとティアマトのすっげーでっかいフィギュアが置いてあった、うん、で書いてあるんだけど、今回はプロローグがなんか普通によくわかんない感じになってますね。で縁日コーナー、縁日コーナーっていうのはソシエの扇投げる芸、昔のなんか江戸時代にさ、遊郭の人と扇投げてなんかこう着地地点で美しさを競うみたいな遊びだったじゃない、東王戦みたいなやつ、なんかそんな感じのやつとか、なんだっけ、スーパーボールすくいみたいなのがあったような気がしますね。で、まあ、ここら辺が新しいところ、まあ、これも多分新しくなってるんでしょうね。縁日コーナーもマリー&カルバのトレハンダンジョンっていう新規イベント、ジュエルリゾート&ゲームプレイエリア、グランサイファーライド、あ、グランサイファーってさ、確か今なんか北海道のでけえ倉庫に収納されてるみたいなことをなんか去年なんか言われてたんですよね。それを引っ張り出されるのかもしれない。グランサイファーにライドできるらしいで、ライドオンできるらしい。ライドー、うん、ちょっとライドも頑張ってるらしいから、俺たちも頑張らないと。で、左側の、あ、右側の方のホールに行くと、結構あれですね、結構なんか固まってる、時間がかかる系のやつがまとめて入ってるような感じかな。撮影コーナーっていうのがあって、コスプレフィッティングルームがあって、であとまあ VR4 機種、これ時間になったら呼ばれる感じじゃないですかね。 VR4 機種があって、物販コーナー、ここ、物販コーナーここになるってことはさ、俺は予想するわ。物販コーナー、じゃあここに売る店があったとしたら、物販ドゥルルドゥルルドゥルルしたらドゥルル、ここら辺埋まるかもしれない、埋まるーんするかもしれない。物販コーナー、うー、俺また言うわ、寒い寒いクソみたいな、去年の物販は本当にねめちゃくちゃ寒かった。ここのこの外部分に出されてね、なんかもう風がひょー吹き抜けて、寒い寒
寒い寒いケツが痛いとかなんか腰が痛え寒いあーとか言ってたら、なんか最初はなんか待つのも楽しいでみたいなワクワクしたこと言ってたんですけど、なんかこの寒さにやられてどんどんねヘイトツイートをしてしまった、ヘイトツイートを連発してしまったという記憶がありますね。物販コーナー皆さんは心していってくださいっていうような感じになってるんだ。へえ、他になんかこう詳細あんのかな。あ、縁日内容出てる、内容変わってますね。これソーンの旧車、十天守のみんなを弓矢で射止めご飯に誘う。で、みりんの一刀入魂チャレンジ、みりんと一緒に一刀入魂、武士力を高め最強の侍を目指そう、アルルメイヤの水晶玉占いなんかもうなんかマジで伝わってこねえ、なんか扇投げますよとかスーパーボールすくいだよっていうのはなんか今まで分かってたけど、これは何をするのかがガチで分からんガチでわからないですね。あ、そうそうそう、アニマすくいとかあったんですよ。アニマすくいとか、当選鏡があったりとかっていうような感じですね。縁日コーナーはこんな感じで、トレハンダンジョンはどうなってんの。トレハンダンジョンはエンジェルヘイロー輪投げ、ほうエンジェルヘイロー輪投げ、マリーのミミックトレハン、あカルバのトラップボール、まあ、こんな感じでいろんなやつが、あとハムートの試練って何、ダンジョンの採用に神秘的な壁画、結構でかいのかなってことは、え、なんか迷路とかできてるの、すごくない、なんかめっちゃでかいんだ。グランサイファーライドはどうなってるの。あ、グランサイファーに乗れるアトラクション新登場、え、これ VR 系なのかな、大迫力の映像とリアルな演出ってちょっと楽しみですねっていうような感じのアトラクションがいっぱいあるみたいです。で、他の部分としては、ステージの方に行ったりとか、まあステージの方だったら、ステージタイムテーブルは会場、オープニング、オフィシャルキャストステージってのがあって、グラブル Q&A、プロデューサー&ディレクターが皆様から事前に寄せられた質問にズバッとお答え、みんなが気になる答え、あんなことも聞けちゃうかも。だから質問箱みたいなの設置するんですかね。で、オフィシャルキャストステージ、グラブルオフィシャルキャストによるショー&撮影会。あ、これいいな。俺ちょっとオフィシャルキャスト撮影しに行くかもしれん。で、グラブルフェススペシャルキャラクターライブ、キャラクターたちが歌って踊るスペシャルライブステージ。で、グラブルチャンネル、フェス出張版。え、あ、こっちになんか2個あるね今回。グラブルチャンネルフェス出張版とグラブル生放送特別版っていう2つがあるんだ。へえ、なんかこれは両方ぜひとも見たいっすね。僕は今回ライブで見ようかな。やっぱね、みんなとライブで見る方が個人的には性に合ってるかなって思ったんで。でもステラマグナのライブ、え、ステラマグナのライブあんの、行きたいな。ステラマグナのライブ14時半から15時半だって。え、ここからさ、でも16時、俺も帰れないんだよ。俺も東京、俺だって1時間とか1時間以上1時間2時間とかかかるもんね。あの海浜幕張駅から、海浜幕張から自宅まで1、2時間かかるんで、ちょっとそこら辺は苦しいなっていうような感じですけれども、マジか。っていうような感じみたいですね。他の部分なんかあんのかな？なんか来場者特典とかあるのかな？あ、ここにありますね。プレゼント。フェスで遊んで豪華商品ゲット。やっぱね、俺ら的にはやっぱここが大事ですよ。前回に関して言うのであれば、入場したらダマスカス外傷が10個手に入ったんですよ。入場したらダマスカス外傷が10個手に入った後に、まあ、あの、入ってみるとリアルガチャっていうのが回して、なんか混合賞とか出るかもよっていうような感じのお楽しみガチャだったんだけど、僕は確か銀天の輝きぐらいしか出なかったっていうような記憶がありますね。プレゼントの方何があるのかちょっと見ていきましょう。ご来場いただいた方全員にダマスカス外傷10個。あ、またもらえるんだ。ご来場時ゲーム内で使用できる CR コードをお渡しいたします。15、16の確実ごと、ご来場にゲーム内で使用できる CR コードをお渡しいたしますが、 CR コードの入力は1アカウントにつき1回のみ、入力には各種プラットフォームのいずれかおよびグランブルファンタジーの努力が必要。グラブル2017年およびグラブルサマーフェスの来場特典を受け取った方でもお受け取り可能。つまり昔からやってれば20個手に入るってことなんだ。イベント行くだけで結構美味しいよね、ダマスカス外傷。僕もね、まあ、あの、結構ダマスカス外傷足りなくて、あの、ダマスカス香がボコボコ余ってるんで、これもらえるのはありがたいですね。これは続投でもらえる感じですね。で、リアルガチャ。で、このリアルガチャってみんなマジですげえのよ。これリアルガチャっつうのが、いろんなコーナーで遊んで豪華アイテムをゲットしよう。まあ、スタンプもらって、リアルガチャコインがもらえると。で、ガチャを回してコロコロシリアルコード入力すると、これが出るんですよ。ダマスカス、ヒヒーロ、コンゴ、バハ、ルシフェル、グランデ、カグヤ、シバ、ブロ、エウロペ、グリムニル、もう神石ドーン。で、ミルグレスからブルトガングドーン。
で他にも今回は至極の指輪とか破行の指輪も追加されてますね。へー、まあでも結構美味しいやつ多いよな。うん、宝生石3000とかもなんか外れだけどうまいもんな。覇者とかが出ると厳しいかな、俺的には。覇者が出ると厳しいけど、やっぱ基本的にうまいものが多くなってるんで、まあ結構楽しみにしたいところですよね。一攫千金を夢見てちょっとリアルガチャは楽しみにしたいなっていうふうに思います。え、なんかでもこれ縁日ってあるけど、縁日でもまた違うのかな。俺縁日コーナー並んでなかったんですよね。トレハンダンジョンとかでもなんかもらえるのかな。でもなんか、え、これプレゼントまだ記載されてないけど、縁日とトレハンダンジョン行ったらもらえるのか、ちょっとなんかこうストレスなく入れることをお祈りしておりますっていうような感じですかね。あとはどうなんだろう、リアルガチャを回してっていうような感じですね、という感じかな。他のものはまあ続々更新はされるみたいだし、まだ入場チケットも買えない感じなんですよね。入場チケットはこう、あの、まもなくこちらのページで公演のご案内をお願いしますっていう風に言われてるんだけど、まだ買えないような感じになってて、ちょっとあの、あれな感じなんだけど、まあ、あの、こんな感じの特設サイトがとりあえず出て、解放されたよっていうような感じでございました。まあなんだかんだもう10月、あ、9月、もうすぐ10月だもんな。もうすぐ12月だもんねっていう風になってくると、こう、あれですよね。そろそろまあこういう時期だったのかっていう、気づいたらだよね。俺だってまだ気分的に6月だぜ俺まだ気分的に6月だよ。もう全然夏来てないようなぐらいだけど、もう時が経つのは早いねってことで、まあ、12月に備えたりとか、僕もね、でも結構用事が あってですね、9月、10月は僕出雲に行くんですよ。10月出雲に行って、11月は京都に行くんだ。そうっていうような感じで、ちょっと外に出る用事も多くなってるんで、まあなかなかこう12月は行けるように予定とかをバッシリと開けていきたいなっていうふうに思った次第でございます。つう感じで、グランブルーファンタジーの2018年フェスの特設ページができてたよっていうようなお話でございました。皆さんも12月15、16はグラブルフェスで盛り上がっていきましょうっていうような感じで、それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。